国鉄千葉動力者労働組合、千葉道路、英語、ナショナルレールウェイ、千葉モーティブパワーユニオン、略称、CMU は、日本の労働組合である。旧、日本国有鉄道千葉鉄道管理局管内、現、東日本旅客鉄道千葉支社などの労働者で、組織する。中核派の強い影響下にあるとされる。道路千葉の前身である道路千葉地方本部は、 少なくとも1972年の2月以降、道路本部と行動することをしなくなっていった。その理由は、70春闘勝利関東ブロック総決起集会などにおける暴力行為があったとされる。また、千葉地方による三里塚闘争への関わりや水元、事件への取り組みも、道路本部と千葉地方との亀裂を進化させた。 三里塚闘争での震災翼による過激化に対し1979年に国鉄動力者労働組合が三里塚闘争との絶縁を執行部として決定。これに対し道路内場地方が反発して闘争継続を決定したため執行部側が地方側の権利停止という事態に至る。これに各マル派が少なからざる影響力を持っていた。 道路執行部と中核派の影響下にあった千葉地方のセクト的対立や道路内部での派閥争いも絡み、ついに3月30日に道路は千葉地方執行部を除名、対する千葉地方側も道路から分離して独自の組合を結成した。勢力は交渉 OB も含め約600人前後で千葉県内では船橋市、勝浦市などで地方議員を輩出している。 国鉄分割民営化に対しては、国鉄労働組合同様に反対闘争を展開した。そのため、分割民営化時に国労とともに排除の対象とされた。現在では、不採用組合員16人の復帰を目指し、道路内場葬儀団を結成し、政治セクトの違いを超えて、国労の葬儀団と共闘している。ただし、かつての四統合意は、間違いだったとしており、 この件については国労よりもさらに強硬な姿勢で臨んでいる。1985年11月29日に中核派によって引き起こされた国電同時多発ゲリラ事件はこの道路内場のストライキの日と同日であり、道路内場は自分たちを支援するものという趣旨の発表を行っている。道路本部の松崎明委員長はゲリラを誘発したストライキだと非難声明を出し、 日本労働組合総評議会に対して道路千場を除名するよう求めた。このストライキと翌1986年2月15日に打たれた第二波ストライキにより公共企業体等労働関係法によって28人の組合委員が解雇された。1986年平凡パンチの内田雄也のロックントークという連載記事で内田雄也と当時委員長を務めていた。 中野洋の対談が掲載されたり、週刊プレイボーイでは、千葉道路をなぜ戦うなど、メディアでの取材がよく見られた。1986年11月30日、直前に結成されたばかりの道路を見と、道路連帯高崎とともに、道路総連合を組織し、後に道路西日本を加え、現在に至る。本部は道路千葉と同じ場所にある。 2016年の労働組合基礎調査によると、道路総連合としての組合員数は339人で、その中の道路千葉の組合員数は296人で、ある。JR 東日本の2021年3月9日、証券報告書によれば、国鉄動力車労働組合総連合の名称で、掲載されており、組合員数40人。ただし、この数字には、 エルダー社員等の定年退職後の最高用社員等は含まれておらず、グループ会社の千葉鉄道サービスに雇用されているもの、出向しているものも含まれていない。西日本旅客鉄道の2021年3月9日、証券報告書によれば、国鉄西日本動力者労働組合の名称で掲載されており、組合員数2人。ただし、この数字には、 臨時従業員等は含まれていない。JR 東日本、JR 西日本との間では労働協約が締結されていない。なお、JR 貨物に在籍する灯籠祖の組合員数は、有価証券報告書を提出していないため不明である。各社の有価証券報告書による組合員数の推移は以下の通りである。2015年以降、国労内組織対立の影響から、 各地で中核派系労働者が国労を脱退し、地域労働を結成する動きが広がっている。JR 東日本千葉支社管轄の各線では、道路千葉の葬儀行為に伴う間引き運転や運休、列車の遅れがしばしば発生していた。本線運転手の春闘のストライキは2001年から2010年まで9年連続で行われ、地元ではもはや春の風物詩となっていた。 一部では、花ミストなどと揶揄されるとともに、これらのストライキには、暴走各線の利用者からの反発も多い。なお2011年以降は、このような事態は起こっていない。道路千葉場では、JR 東日本の進める、研修部門の外中化に断固拒否の姿勢を、堅持しているほか、子会社である CTS 会社の労働環境の改善要求や、 運転士を駅の輸送担当に移動させるライフサイクルの施策に激しく反発している。奈良市の電車区が閉鎖され、配置車両は三鷹電車区へ転出、幕張車両センター配置の E217 系が全車両とも鎌倉車両センターへ転出したのは保守部門の効率化という一面も、さることながら道路千葉の外中化拒否に対する JR 東日本の 対抗姿勢の現れとも言われている。道路千葉は鎌倉車両センター移管後車両トラブルが頻発している理由を道路千葉のベテランを排除したためと主張している。なお、道路千葉は外中化に対して JR 東路祖が会社側と妥協したとして批判している。道路千葉は e 三十一系、e 三十三系のような新系列車両が軽量車体であることや、 ボルスタレス台車を採用していること、成田エクスプレスや総武快速線の高速運転に対し危険性を主張している。また、2013年3月16日に開始されたクルーリ線のワンマン運転、2021年3月13日に開始された内房線及び外房線のワンマン運転の中止を求めている。1985年と1986年に 行われたストライキによる解雇者については、1996年3月27日に、千葉地方裁判所で、日本国有鉄道生産事業団との間で和解が、成立した。被解雇者は全員和解金を受けて、処分日に、遺願退職したと同等の扱いとなり、職場復帰はなかったものの、一定の勝利解決を見ている。 2006年9月には、立山運転区廃止に関する廃止反対集会を開催し、来賓に市長や観光協会長を招いて、共に運転区廃止反対の声を上げ、2007年3月には、廃止反対のストライキも実施されたが、結局立山運転区は廃止され、木更津運輸区に統合された。しかし、運転区廃止後の組合委員の移動先についてはほぼ、 希望通りとなったため、彼らは、この、闘争に、勝利したとしている。木更津運輸区設置のそもそもの目的が、立山運転区を解体し、道路内場組合員を、強制配転し、組合を弱体化させることを狙ったものとみなしているからである。これにより、立山支部は解散となった。2010年以降は、研修部門外中華に反対する立場で、 研修社員のストライキに戦術の重点を置いているため列車の運行に影響は出ていなかったが2013年3月はクルリ線のワンマン化に反対する列車のストライキを行った。ストヤブリへの牽制も盛んに行い、木更津駅周辺での集会なども行ったが会社側はダイムでのやりくりで対応し列車はダイヤ通りに運行された。また成田空港問題については 2017年現在も三立化、芝山連合空港反対同盟と行動をしており、反対派が主催するデモ活動にも参加している。ありがとうございます。